雲間から指す太陽光。太陽光とは太陽が放つ光である。日光とも言う。地球における生物の営みや気候などに多大な影響を与えている。人類も太陽の恵みとも言われる日の光の恩恵を享受してきた。太陽の中心部では重力によって水素の核融合が起こっており、ガンマ線が発生する。ガンマ線は 太陽の内部で物質への吸収と放出を繰り返し、その際にエネルギーが失われる。表面に近づくほど周波数が下がり、一部は可視光線や赤外線、紫外線となり放射される。地球軌道上での太陽光、及び温帯の地上での平均的太陽光スペクトルの外形太陽光として太陽から放出された光は地球軌道付近で、 1> 約1 3 7ット毎平方メートルのエネルギーを持つ。これが地球軌道上の人工衛星が受講できるエネルギーとなる。光子の数にして1平方メートル秒あたり6021個以上になる。X 線はほとんどが大気で遮断される。また有害な紫外線も清掃圏のオゾン層で90%以上がカットされる。可視光線、赤外光も 大気圏中での反射、散乱、吸収などによって平均4割強が減衰し地上に到達する。大気を通過する距離が変わるため地上の各地点で受光できるエネルギー密度は緯度や季節、時刻に従って変化する。日本付近では最大約1キロワット毎平方メートルのエネルギーとなる。最終的には可視光や 赤外線などの電磁波として宇宙へ再放射される。詳しくは地球のエネルギー収支を参照。太陽光から変換された熱エネルギーは気象現象の駆動力として働き地球上の様々な場所に雨や風をもたらすことに寄与している。また植物や植物プランクトンは光合成によって必要な酸素やエネルギーを産生している。動物も 太陽光を浴びることによって体温維持を行っているものがいる。また、日射量の変化つまり昼と夜の移り変わりは生物の活動に多大な影響を与えている。極軸式実土系太陽光発電パネル地上に到達したエネルギーは直接的、間接的に人間の生活に利用されている。太陽光に含まれる紫外線は 合成樹脂を光反応により分解して劣化する原因となる。また、その他の材料においても紫外線が劣化や変色の原因になるものは多い。太陽光に含まれる紫外線の一部は殺菌作用を持つと同時に発芽性を持つことも確認されている。エルクの発芽リスク区分では太陽光曝露がグループ1に分類されている。特に 皮膚癌の発症要因の一つとされる。疫学的には UVC や UVB による癌につながり得る遺伝子損傷が認められているほか、同人種間では緯度が低いほど皮膚癌の発生率が高いという研究結果もある。第19回国際色素細胞学会に参加して、西木り地下子癌研究に関わる特定領域研究。 紫外線と日焼けの関係解説インタビュー梅田正隆、日経 BP セーフティジャパン、2005年8月18日。ありがとうございます。